語り場チャンネル。はい、こんにちは、語り場チャンネルです。本日もロックマンの、初代ですねをやっていきたいと思います。前回が、6体倒したんで、今から YD ステージですねやっていきたいと思います。続きからやるのこれか。はい、ということで今回 YD スタージ今回は、YD ステージですね。全4ステージあるんですけど、これやっていきたいと思います。まあ一応、久しぶりすぎて内容全然覚えてないんで、なんとなく他の動画でロックマンを見て、まあなんとなく復習は、予習復習しといたんで、まあサクッとクリアできると嬉しいですね。じゃあちょっと行ってきたいと思います。この YD だね、憎たらしいですね、逃げ上がって行ったるで。これね、予習してきましたよ。確かね、アイスマンですね、アイスマン。こう、それほら、凍ったよ、ほら、これ予習しておきましたよ。ほら、これ止まるのね、こいつ。よし。で、ここガッツマン。いや。で、ここもね、アイスマンでね、凍らせられるんだよね。あれ、あ、でもこれあれだな、凍らせれねえな。あ、普通に行けた、普通に行けんじゃん。どうやって取るんだろう、取りてえな、こうかな、違うな、こうか、違った、死んだ。あれは全て罠か。マジか、簡単にはいかねえな。ここはもう覚えたぞ。いや、めっちゃ食らう。あれ、クソムカつく。いや違うんだよ、そうじゃないんだよ。思ってたんと違う、なんかうまくいかねえな、なんだろう。なんでうまくいかねえんだよ。あ、違う。どうすればいいんだ、あれは。これ使えばいいのか。食らうけど毎回。よっしゃ。あ、マジ滑るんだけどこれ。
ああ、ムカつく。そう、予習したのにクリアできないってどういうことなんだよ。これダメだな。予習したのにな。あ、違うな。あ、違う、これも違う。あ、食らいたくない。おっしゃ、綺麗に避けた。あ、なんだよ、つまりこれですな。氷じゃなかった、やるべきは氷じゃなかった。あ、悔しい、悔しい。ああ、もうシンプルこれでいった方が楽だわ。よし、突破したぞ。いやー、嘘だろおい。しゃあ、上行きたいけど余計なことはしない方がいいような気がする。完璧。ここはこいつだな。すげえ危ねえ。よし、完璧じゃない。よし、ここまで完璧。さてと、その後なんだっけ。あ、ん、ここボスか。え、シンプルボスだっけ。あ、こいつか。なんだっけ、あ、エレキマンだ。死んだよ。普通に死んだんですけど。これなんかエレキマンを使った裏技やってたな。攻略の方だと。なんかエレキを当てた状態で、ストップ、スタートボタンでストップかけると、何発も食らわせられるみたいな。裏技らしいよ。あれ、ちょっとダメ、全然ダメだ。え、どういうこと。全然無理なんですけど。あ、むずい、何これ。え、ちょっと待って、スタートボタン、スタートボタン、どういうことだろう。スタートボタンじゃないのかな。セレクトボタンってあんの。え、普通にむずいんですけど。あ、ムカつく。あ、ムカつく。あれ、やっぱないな。どう頑張っても無理なんだけど。
無理無事2発当たんないな。ああむずい、ムカつく、うそー、全然無理なんですけど。え、むずくない？え、全然違うし、こいつも。くそー、普通にむずいんですけど、あいつ裏技使えない系？普通に倒さなきゃいけないの？ああ、もうなんか、ムカつくな。おりゃおりゃ。くっそ。なんでこううまくいかねえんだよ。よし。お、完璧じゃない？おえー。ラッキーラッキー。しゃあ。ここまで順調よ。順調。よし。完璧。俺完璧。ここまでは順調ですよ。よし。よし。あ。よし、ここも順調。ちょっと待ってね。ちょっとすいません、もう。心が折れてるんで、こっからセーブします。もうクリアできるまでやる。一発でクリアできればそれでよし。へへへへへ、当たるんかい、当たるんかい。やっぱ一回しか当てれねえんだよな。いや無理だよこれ、ちょっと無理。ロードする。もう死ぬのは嫌だ。大人の力で無理やりクリアする。ふい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 、ああ、絶対無理じゃね。ここだな、ここがポイントだな。絶対無理なんですけど。ムカつくな、ちょっと。大人の力でクリアするよ。
頑張っても無理なんだけど。ここがどうしても当たるんだよな。え、これエレキマン以外ないのかな。あ、なんとなく分かってきたぞ。あ、これを避けれれば、これを避けれれば、よいしょ。ああ、絶対避ける。ああ、ダメだ。ムカつく。ああ、もう。なんか指痛くなるんですけど。はい。おい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ここまではよし。ここまでもよし。いいよ、順調だよ。あ、完璧じゃない？ちょっと、もうここまで来たよ、ついに。ここまで完璧。あ、落ち着いて、よし、落ち着け、落ち着くんだよ、よし、よし、うい、よっしゃ、あと一発。もういける。いけるよ。勝ったー。なかった。ただ20分以上戦ってた。マジ長かったなぁ。マジ強すぎんだよな、こいつ。嘘でしょ。永遠に出続けるんですけど、こいつ。これ予習しましたよ、ちゃんと。で、ここで誰だ？カットマン。カットマン普通に。痛い。カットマンは普通にクリアできたよ。こっちか。あ、嘘だろ。
すげえムカつくな。なんかいい方法ない？カットマンとか。全然ダメじゃん。あーもう。普通にムカつくこのね。なんなのこいつら。ちょっとカプコンさんひどすぎないですか？なんかいい方法ねえのかな？カットマンとか？あ、このね、なんで滑るのこんなに。ロックマン滑りすぎ問題あるよ。全然ダメなんですけど。なんでこんな滑んの？この面ちょっとおかしくない？なんかすげえ滑るんだけど。気のせいかな。あ、マジムカつく。もう多分ね。贅沢して、お金ダメなの。カットマンは普通に倒せるでしょ。よし。カットマンは普通に倒せる。問題はここだな。悔しいです。で、次は誰だっけ？誰で倒すの？こいつなんだっけ？カットだ。うえー、すげえサクッと倒した。なんだろう、アイスマンとか。シンプルにいけってことだ。いた、シンプル、いた。で、なんでこれ滑んの？マジムカつくわ、この面。滑るのがムカつく。最初からもしかして。なんかもうこの面おかしくない？嘘でしょ。やっぱエレキで強引に進むのが一番だな。無理も、あいつらの相手しない。
あ、意味ねえ、意味ねえことをしてしまった。バットマン。サクッと、サクッと進みたい。ワンナップしておきたいね。あ、ちょっと待って。間違えた。あー、ムカつく。あ、これでも、毎回毎回、こいつ取れんじゃね？それはいいこと。よし、ちょっと気を回復してきたな。さあ、こいつなんだ？ん？これなんだ？あ、なんか倒せた。なんかよくわかんないけど倒せたぞ。よっしゃー、ワイリーステージ2つ目突破。あー、マジしんどい、マジしんどいわこれ。さあ、この面、ん、どうすればいいんだこの面は。
シンプル余計ゲーだな。どういうこと？ああ、こういう面。うい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 、どうよ。あいて。これはなんか見たぞ。なんか、ね、最初は普通のロックマンで。よし。これなんかむずいな。ダメだ。あれむず。嘘でしょ？なんかいい武器ねえのかな。シンプル？ここからガッツマン。よっしゃー、しゃー、クリアした。さあ、3ステージ目もクリアしたよ。いやー、危なかったー。ここは楽勝だったな。で、問題は最終面ですね。ここで多分何回か死ぬんだろうな。ちょっとエレキは補充。さあ、いけるのか。ここはね、多分ね、これ使うんだよね。しゃあ、どうよ。こいつなんだっけ。こいつなんだっけ。あれ、シンプルボンバーだっけ。違う。どれだっけ？カットマンだっけ？カットマン違う。アイスマン違う。あれ？なんだっけ？あれ？エレキか。無理。一回死ぬ。あれ何だったっけ、弱点。ノーマルで行くんだっけ。
ファイヤーマンだっけ？ファイヤーマンか。ああ、シンプルファイヤーマンだった。次アイスマンだっけ？ちょっとだいぶゴリ押しだったけど。これもファイヤーマンか？やった。あれ、なんだっけ？エレキだっけ？で、次はアイスマンでしょ？なんだっけこいつ。あれ？ボムだっけ？ボムか。違う。違う上にめっちゃ食らう。うーわ。あれなんだっけ？あれファイヤーマンじゃなかったっけ？ファイヤーマンがつきました。あれなんだっけ。エレキだっけ？エレキかな。あ、エレキ、全然エレキだ。え、ちょっと今のずるくない？フリーズしてたよ今。動けなくなってたよ。動けなくなってたのはずるくない？あ、落ち着け。あ、慌てたら負けだ。で、ロックマンはね、慌てたら終わりなんですよ。もう完璧です。もう完璧だ。いやマジ悔しい。最初がファイヤー。
で次がアイス、アイスでエレキか。いやちょっと食らいすぎなんだよな。シンプルにダメージ食らいすぎるんだよな、こいつ。で、エレキ。いや、だから、これ食らいすぎなんだよ。なんでこんな食らうの、ダメージ。おかしいだろう。なんかいい方法ねえかな。シンプルにあの3ボスで食らいすぎなんだよな。悔しい。またボス前でセーブしようかな。やってらんねえや。セーブしちゃう。もう大人だから。じゃあこれでいいんだよ。どんどん接近しないんだな。ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押しでいきましょう。避ける。あれ、ちょっとさ、これなんでこんな食らうの？マジで食らいすぎなんだよな。マジアイスマン食らいすぎなんだよ。これでいけど、よいしょ、よし、受けた、しゃあ、今度こそ。あれ、まだあった。ガッツ、あ、ガッツはこれはボムか。じゃあまだあるの？ちょっと待って、ファイヤー回復。ちょっともうめんどくさいからセーブしとく。大人だから。
大人だから何度でもここからロードしてやるよ。ファイヤーやった後カットね。あ、なんか食らった。これなんだ。まあいけるでしょう、大人なんだから絶対勝つ。あら、ちょっともう一度。やってやるよ。あ、近づきすぎた。いや、だがもうこれでクリアするわ。セーブ。いや、もうこれでクリアだわ。いけるいける、わかった。やってやんよ。あ、もういけんじゃねえ、ほら。いったっしょ。よっしゃ、よっしゃ、あー、クリアしたー。やったー、やっとクリアできたよー。なかったー。あー、マジしんどい。ロックマンマジむずいわ。結局 ?1 時間10分ぐらい。1時間10分くらいかかったなぁ。大人の裏技使っても。いやぁ、しんどい。いやぁ、クリアしましたよ。ああ、もうやりたくねえ。ロックマン、マジ。指痛て。1時間大変だわ、これ。マジね、イライラが半端ないっすね。カプコン、ほんと性格悪いわ。いやー、クリアした。30年ぶりにクリアしたわ。いやー、懐かしかったなー。いや、マジ疲れたー。いやー、エンディングなんて超久しぶりだな、みんな。いや、マジ何回か心折れかけたなー。いや、マジ疲れたわ。今度、ロックマン2やるか。元気になったらロックマン2やろう。次は、聖剣伝説やりたいんだよね。セールしてたやつ買ったんで、聖剣伝説の、レジェンド・オブ・マナかな。セールで1500円くらいだったんで、スイッチ版買いましたね。
HD リマスター版、うん、プレステのやつやったことなかったからね。次はちょっと聖剣伝説だな。よっしゃ、ロックマンクリア。よっしゃー。ということで今回の動画はここまでです。ここまでご視聴ありがとうございました。